はい、皆さんこんにちは、前澤友作です。横溝直樹です。はい、ということでご覧の通り今日もレース動画となっております。まずは冒頭にですね、皆さんにご心配と、お騒がせしたことを、大変お詫び、深くお詫び申し上げたいと思います。なぜならですね、約2週間前ですかね、仙台の、スゴー国際サーキットというところで、大きなクラッシュ、事故を私起こしてしまいまして、で一部のニュースでですね、緊急搬送されたといったような情報が流れたことで、多くの関係者の皆様や、友人家族や、お知り合いの皆様に大変なご心配をおかけしました。ただ現在見ての通りですけれども、また新しいレースに今日参戦しております。まあ、ニュースの通り当時、軽傷でした。で軽傷からいろいろ少しのリハビリをした結果、今日無事レースに参戦できるということで、あれから2週間経ちましたけれども、もうピンピン元気のもりもりで今日はレースに参加させていただいてます。で今日のレースなんですけれども、はい、説明お願いします。はい、フェラーリチャレンジ鈴鹿ラウンドになっています。今回も同じく、予選決勝と土曜日日曜日2回あります。で今日は、鈴鹿のレース1予選 B 決勝となっております。で、今昼休み中なんですけれども、先ほど朝一から、この1日目の予選がありました。で予選の結果はですね、はい、はい、見事クラスポールポジション獲得できました。ありがとうございます。で、全体総合でいうと12、今回32台出ている中の総合12クラスボールポジションから決勝レースをスタートするという流れになっております。はい、なのでクラスの中では一番前からスタートできますので、その順位をキープできれば、2度目のクラス優勝を果たせるということで、今日こそ安全運転で、他の車や、スリップやそういったことがないように、事故がないように最後まで完走を目指して頑張って集中してい、きたいと思ってます。巷では予選は早いけどレースはダメというレッテルを貼られつつある前澤ですが、けれども、今日無事最後まで完走してね、でクラス優勝できればその評判も少し少なくなるんじゃないか、それ覆せるんじゃないかと思ってますので、しっかり集中して最後まで走りたいと思います。予選も早いけどレースもそこそこだと言っていただけるように今日も頑張ります。事故後恐怖心とか芽生えなかったですか？ありません。すごいよ。なんか変わったことってありますか？安全運転を心がけようと思ってます。コーチから何かありますか？僕としてはやっぱりそのメンタルが一番気になってたんですね。でレーシングドライバーもクラッシュした後にすぐにレーシングカーに乗れっていうふうに言われていて、なぜかというとクラッシュの恐怖心とか生まれてしまって、これまでのような走りができないっていうのがあったんですね。でプロでもそういう状況もあるので、ジェントルマンドライバー、アマチュアのドライバーの人たちだから、もしかしたら今までように走れないかなっていうふうなちょっと心配はありました。ただここに来る前に1回リハビリ走行みたいな形でテストしたんですけども、もうその時も普通に走れてましたし、その辺はやっぱ持ち前のメンタルすげえ強いなというふうに思いました。ただやっぱりそのレースに対しての課題がやっぱり残ってますし、今回スゴを受けて僕らもいろんなことを反省したり勉強したりして、スゴから一回りも二回りもこう強いというか、もういいチームワークになってると思います。やっぱりここで結果を残すことでさらにチーム一丸となってこの先につながっていくと思うので、ドライバーだけではなくてチームみんなで優勝というかしっかりと走り切るというところを頑張っていきたいなと思っています。プレッシャーかける、いやナイスプレッシャーですね。いやいや素晴らしい、はい、はい、期待します。頑張ってください。はい、はい、頑張ります。お願いします。行ってきます。Touching me, cause she got a bad little waist, and we tearing down this place.
off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, rice, so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby, came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. なりました。クラス優勝やった、おめでとう。やりました、皆さん。お疲れ様でした。はい、はい、ということで、フェラーリチャレンジ2024鈴鹿戦、初日予選クラスポールポジションからスタートしましたけれども、無事
何のトラブルもなく完走いたしまして、クラス優勝させていただくことができました。イエーイ、おめでとうございます。こちらがトロフィーでございます。まあ、おなじみですね。いやいやこれだよ。2回目ね、はい、ピエリ帽、栄光のピエリ帽でファーストって書いてある、ね、1位の話ですね、うん。まあポールポジションから総合でいうと12位からのスタートでしたけれども、後ろにすごい速い人たちがいましたので、そこはこう綺麗に今回抜いていただいて、結果総合16位で終えましたけれども、我々シェルアーマークラスの中ではトップということで完走させていただきました。まあ、走りとしては結構安定して走れたかなと俺は思ってるんだけれども、はい、プロの目から見てどうでしたか。うん、今日は本当に安定していました。うん、ラップタイムも安定してたし、後ろも前もしっかり冷静に見れてたので、見てる方も安心して見れてました。はい、はい、どうですかこの優勝は。うん、またちょっと富士とはまた違う優勝だと思うんですけど、まあ、前回の須郷で、まあ、本当に皆さんにご心配とね、ご迷惑をおかけしてお騒がせもしちゃって、でも前澤なんてレースやめた方がいいんじゃないかっていう、こう車好きのレースファンの皆さんからの厳しいお声もたくさんいただいたんですけれども、まあ一時はねちょっとナイーブになって、このまま続けてもいいもんかって少しは思ったところもあったんですけれども、こうやって復帰させてもらえて、で実は車もねある有名な選手からお借りして今日参戦することができたんですけれども、本当にいろんな方のサポートがあって、いろんな方々の応援があって今日またこの場に戻ってこれて、しかもその復帰第一戦がこうした形でクラス優勝ということで、まあ見事な復帰って言っちゃっていいのかな。自分で言わせた。自分で言っちゃっていいのかな。まあね、復帰第一戦でいきなり優勝できたのはすごく自分にとっても大きいですし、そうしたレース関係者の皆さんにとってもこう一つメッセージというか、これからも前澤しっかりやるんだぞっていうメッセージにもなったかなと思うので、無事完走できて優勝できて大変嬉しく思います。はい、まあ、今回この鈴鹿に来れたことも非常に嬉しかったんですけど、やっぱりここに来るまでに、まあ、ドライバーもコーチもいろいろなこうご意見をいただいている中で、やっぱり、勉強させていただくこともありましたし、まあ、正直ちょっと鈴鹿に来るのも、まあ、しんどいなっていうところもありました。ただやっぱりドライバーが本気になって徹底的にやるっていう覚悟があったので、チームとしてもその気持ちに応えられるように全員で精一杯やりました。なんで本当に車を用意してくれた石崎選手含め、チームメンバー全ての人たちに感謝しつつ、やっぱりこの勝って兜のおしめではないですけれども、これにおごらず明日も今日のようなレースができればいいなと思います。はい、はい、文句のある方はコメント欄にそういうのやりましょう。お前結構落ち込んだ。で、いやいや謙虚でさ、まあそうですね、厳しい意見も引き続き、はい、引き続きいただきましょう。クラス優勝したくらいがどうしたっていう厳しいご意見もたくさん寄せていただいて、はい、もう僕の走りについても本当手厳しい意見は僕も結構見てるんで、本当始めたばっかりなんで、レースファンの中にはね、自分で走られて何年も何十年もやられてる方もたくさんいらっしゃると思うので、どうぞ厳しい意見をぜひコメント欄に寄せてください。まあ、ただ今日は優勝したので優勝おめでとうぐらいから、はい、はい、まずは今日、はい、はい、頑張っていきますんで、引き続き皆さんよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。おめでとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。2